はい、ID カード検査がですね、ケツァールの泣いてるところに、そのオレンジ色の兵士がいるっていうね。スネーク、ラボに入るため ID カードを入手するんだ。 ID カードを持っているのはケツァールの鳴き声が聞こえる場所と、オレンジ色のジャケットを着た兵士だ。兵士から ID カードを奪うにはボディチェックすればいい。 AI が運び出されるまでにラボに入らなければならない。急いでくれ。ペイントコレクター。目的の兵士がいる場所ではケツアールが泣いているようだ。耳を澄ませ。敵がいるぞ。早くね。マジで言ってる。さすがに早すぎだって。こっちか。味方はこちらもんよ。おお。お前もだ。ミッションがない。どこいんだろう。ID カードを持っている兵士が分かったら、ボディチェックしろ。気絶させたり、眠らせたりしてからボディチェックだ。ホールドアップでもいい。オレンジ色だろう。よし。変に音を立てられてもな。普通にびっくりするからね、誰だとか言われるよね。二人しかいない？いるな。戻るな。ステーションだろう。
どこ？いるぞ！護衛を送る！おじさん！異常発生！増援部隊、確認に向かえ！来た！増援を送る！了解！護衛を送る！こんな戻るの俺？こんな戻るの？これじゃねえ鳴き声。どうした？HQ、HQ。こちら HQ。こちらパトロール。異常なし。了解。起動せよ。あれ、俺んじゃね？オレンジ発見。ラッキー、バイバーイ。さあ戻るか。ちょっと待ってこ。よし、えい。拾いしたようなブス誰お前はストレンジラブ博士だな待っていたお前を恋しかったわけではないむしろ憎いお前が動くな動くなか武器を手にした人間は皆同じことを私の研究成果を壊しに来たんだろ知っているぞ10年前お前が何をしたのかもさあ同じように殺せボスと同じように殺せお前はスネークいやビッグボスか人殺しのご褒美にもらった汚れた名をまだぶら下げているのかお前は育ててくれた恩人よりも実体のない国家を選んだ世界中の戦士を失望させた任務という権力のために真の英雄を殺したそれがお前の忠か答えろボスはさあどうなんだあの女はアメリカを裏切り核を盗んで亡命したアメリカの核を使いソ連の血を撃ったアメリカ政府は裏切り者のあの女を自ら抹殺することでアメリカの潔白をソ連に証明したあの時全面核戦争を止められるのはボスの死だけだったそれが真実かこれが語られている真実の全てだこの世で最も愛した恩人を汚名を着せて葬り去ることがか任務だった
それが自分を守るため下した結論か。お前はボスの、この世に置き去りにされた人間だ。愛した彼女に答えを聞くまで死ぬこともできない。お前と同じ生ける屍だ。会いたいか。ボスはもうこの世にいない。抜け抜けと。会いたいだろう。会わせてやってもいい。お前が奪った命を私が蘇らせた。なんだって。吸うか。ただの鍵タバコだ。葉巻は吸うだろ。ここから先は禁煙だ。彼女に会いたければ吸っておけ。こっちだ。私が産み落としたモルフォチョウだ。サナギでも眉でもない。完全の名を享受した成虫だ。誰かいるの？ボス。客だ。紹介する。妙な真似はするなよ。この部屋にいる限りボタン一つでお前を炭素の塊に変えることができる。あなたは誰？男の人。戦士。ボスは、ボスなのか。私はママルポッドと呼んでいる。ママルポッド。計画への協力と引き換えに私はザ・ボスのあらゆる情報を要求した。 CIA が知りうる全てのデータを。生い立ち、従軍記録と身体データ、全作戦ファイル、通信記録、いかなる状況でいかなる判断を下したか、何を奪われ何を奪ったか、苦痛と快楽、喜びと悲しみ、生と死のすべて。そしてお前のことも。なぜそんなことを。コールドマンの要求はこうだった。仮想敵からの核攻撃に対し最適な地点に効果的な報復を与えるためのマットに基づいた AI。 人間にできない判断と行動を成し遂げる抑止力としての無人装置の創造。私の結論はこうだ。相手が次なる核攻撃に出られぬよう早急に、確実に、徹底的にその相手を潰す。そのための冷徹なるマシンのプログラムを作成すること。だがあの男にはあえて違う答えを用意した。地球規模で思考し、未来と過去を熟慮し、苦痛の先に最善の判断を下す最も優れた共感能の思考パターンが必要だと。そのためにザ・ボスの全てを求めた。間違いではない。全人類の喉首を委ねられる人物は私の知る限りただ一人だ。だが本当の目的は何だ。ザ・ボスの汚名を注ぐことだ。伝説的英雄であった彼女がなぜ敵に寝返り、最愛の弟子であるお前に暗殺されなければならなかったのか。作られた虚構ではなく、ボスの真実、最後のボスの意思を確かめたい。それこそお前が知りたいことでもあるはずだ。いや、ボスは国を、俺たちを捨てたんだ。はあ、彼女の気持ちがわかるのか。お前はザ・ボスのあの時のラストイルを再現しようと。本人に直接聞くがいい、ジャック。ジャック。ジャック。ボス。ジャック。ボス。ジャック。帰れ。もはやお前のボスは私ではない。ボス。帰れ。いや違う、俺は。ミッションを果たせ、スネーク。もう一度その尊い魂を奪うことができるのなら。
何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は、しかし兵士としての精神は。ああ。何もかもあなたに教えた。あとはあなたが自ら学ぶこと。確かに技術は、しかし兵士としての精神は。最後ですね。意味わかる。主君への愛国心、国への献身。あぶねえ、あぶねえ、油断した。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手で。それが軍人としての精神。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。ダメ。忠を尽くしている限り、私たちに信じていいものはない。たとえそれが愛した相手で。それが軍人としての精神。ただ一つ絶対に信じられるのは任務だけよ、ジャック。ねえ、私はソ連に亡命する。ジャック、あなたは連れて行けない。ママルポットの中にいたのに目が覚めたな。マッドピーパーかな。違う、ピーパーじゃない、あれは。
て倒しに行こう。スネーク、ヒューイがクリサリスと呼んでいた兵器だ。なんとか排除するんだ。さあ、カレーと、ドルトス、行こう。まあね、攻撃はね、もうポッポッとんとこだからね。支援補給マーカーを持ってないようだが、弾薬は足りるのか。おお、忘れた。狙った方がいいんじゃないか。ちょっと、出らしましょう。出らします。さあ。クリサリスを排除してくれ。ここで肩をつけよう。おぉ、レールガンだと？言ってないんだかな。止まってくんないかな。だいぶ減らしたな。出て。
かったりまかったり。よし。ボスだけよ、一応。分かってきな。動くかな。ロックの外れた記憶板を抜き取ってやる。記憶板を抜き取るんだ。ロックが外れた記憶板にはアイコンが出ているはずだ。抜き取った記憶板は AI 兵器を作りたいときに利用できる。記憶板はアイコンごとに機能が違う。欲しいものを選んでくれ。外から衝撃を与えればその部位に連動する記憶板が光るはずだ。記憶板が光った時の色で機能を推測できる。どこどこと？壊れた記憶板は放っておけ。もっと持てよ。ダメ？スネク、あの女にまんまとやられた。気にするな、まだ挽回できる。
あんたにその意思があればだが。俺の意思は決まっている。そうか。周囲に位置を確認した。ピースウォーカーの最終実験基地はそのラボから北に15マイル岩石採掘場に偽装している地下基地だ。そこに潜入して今度こそ AI を破壊すればいい。分かった。スネーク、本当にあれを壊せるか。ああ。人間にはできることとできないことがある。大丈夫だ、今度はしくじらない。ザ・ボスを殺したのはあんただ。 AI の破壊はもう一度その過去をなぞることになる。あれはただのマシンだ。スネーク、心配なんだ。心配？ CIA が核発射を AI に委ねたのもそれが理由だ。人間、重責を担う覚悟があるなら罪人の一人や二人の死刑宣告はできるだ。だが数十億の罪のない民間人を殺せる人間は何千年も築いてきた人類の歴史を一瞬で灰にできるか。そんな決断を生きた人間ができると思うか。できるはずがない。一人の人間が人間という種の終末を背負うことなんかできない。だからこそ臆病な人類はこの数千年もの間生き延びてきたんだ。しかしマシンなら意志の力は関係ない。カズ、何が言いたい？あんたは英雄だ。でもマシンではない。俺にはあの AI を破壊できないと。あのマシンの問題じゃない。あんたの中で未だザ・ボスは死んでないってことだ。バカな！スネーク、認めなければならない。ザ・ボスの死を。言葉を変えよう、スネーク。あんたは国も身分も過去も理想も何もかも捨てた。しかしまだ捨ててないものがある。何だって？ザ・ボスだ。あんたは彼女を捨てきれていない。だからこそ彼女の真実を知るのを恐れている。おそらくそれがあんたの行動を未来を抑止している主因だ。スネーク、彼女が亡くなって10年になる。いつまで亡霊と生き続けるつもりなんだ。カズ、俺は彼女の全てを知っているつもりだった。しかし彼女の最後に何があったかは未だに分かってない。その点はあの博士と同じだな。彼女に疑われて初めて意識した。俺が聞いたデブリーフィングは奴らが作ったカバーストーリーの一つだったのかもしれない。俺も今となってはザ・ボスの本意はわからない。彼女がなぜあの任務を引き受けたのか、彼女はどういう思いで死んだのか、なぜ俺が選ばれたのか。その真実を知りたいか。真実を知っても過去は変えられない。それでも、いや、俺がこの任務を引き受けたのは平和を信じるコスタリカの少女のためだ。分かった。この議論はもうやめよう。もうじきピースウォーカーが完成する。国境近くの基地へ急ごう。さあボス。お、耳と手に入ったね。はい、じゃあ今回はこれで終わりになります。それではご視聴ありがとうございました。